超久々に40キョマブ借り上げてもうたわ。知らんわ。まあ何にしても20年ぶりぐらいの幸運やったわ。知らんわ。思い返せば淀川の本流で延べ鯉やってて借り上げたんでよ。そういやの本流延べ鯉も20年ぐらいやってないわ。鳥邪気、それが普通やろ。3時10分か。ほんじゃ始めるか。ほんじゃまずはいつもの巨鯉玉でも掘り込んどくか。トイレットスコープオープン。目標あの辺。エネルギー充填 120%。発射。よっしゃ、これでええやろ。じゃあ次は早速豚足尾上一投目じゃ。今日の餌はいつもの上張りに芋グルテン、下張りにノズリグルテンとノズリグルテン、ダントツのブレンドでやるんだよ。巨鯉よ来い。音で寄せる。いや今回はクソ雨に邪魔されることなく。あれ、いきなり当たってんの。マジか、マジかよ。尾上一投目でいきなり当たってる。これは巨鯉ちゃうか、この辺り。あれ止まったな。あ、まだ来てる。巨鯉っぽい当たりやったけど、ガッとは来んかったからな。合わせられんかったわい。あの辺りは巨鯉やろ。止まりよった。どういうこっちゃ、はたこっちゃ。マジか、なんで止まんねん。ここは止まったな。なんやねん今のあたり。ひょっとして凶いちゃうかったんか。わけわかめっすね。まさか今日は秋の荒食いドンピシャの日ちゃうやろな。それやったら嬉しいんけどな。今回はクソ雨に邪魔されることもなく、あっさりまっこり来れたし、久々に90バゲモン巨鯉借り上げられるんちゃうか。あかんな、結局薬局尾上一投目はあかんかったか。じゃあ尾上二投目じゃ。大物よ来い。もうなんや。なんや。わけわからん。小魚がピチャピチャ跳ねてるから、なんかナマズでもおったんかな。ちっこい水路見よ。あれ、ちょっと水増えてるか。今日は、今日はちょっと水増えてるわ。今気づいた。夜釣りの間に巨鯉食らいつけや。ガッとけえへんな。あかんな、まだ止まったな。なんかしとんねん。はよガッと来いや。鬼合わせかませるあたりでよ。結局薬局尾上二投目もあかんかったか。尾上三投目じゃ。主来いや。当たってますな。また当たっとるわ。
おおおお、当たっとる当たっとる当たっとるけどガッとけえへんから合わせられんな。おかしいな今日は。なんか巨語っぽい当たりやねんけど、ガッとけえへんのだよ。ガッとよ。あかんな、また止まりよった。なんか変な日やな。90バゲモン巨語が食らいつく。伏線ちゃうやろな。これまでのうろちょろあたりがよ。今のはジャミアタックかな。いや違うな、当たってんな、また。ん？何やねこれ。こう、あれで合わせても乗らんやろ。どうかな。ひょっとしたら乗ったりしてな。まあ多分乗らんと思うけどな。おかしいな。巨語やったらマジでガッと来るはずやねんけどな。ガッと来えへんいうことは巨語ちゃうんかな。あ、また来た。クソジャミは相変わらずなんかキラキラ見えてんねんけどな。明らかにクソジャミの当たりではないもんな。大網三投目もあかんかったか。ええ当たりあんねんけどな。回せられへんねんけど。うろちょろするだけやからな。浮きがいや。あのうろちょろから消し込んでくれたらな、もう完璧やねんけど。ええ加減消し込めや。また当たってんな。今のはジャミアタックかな。ジャミアタックか。クソジャミハヨ引き連れてこいや。巨語いわいや。これはそうと、なんかいつもはよう跳ねてるマブが今日はあんま跳ねてねえな。あかんな。うろちょろあたりは小上3投目で止まったか。何やったなあたりな。ほんま意味とろろっすわ。巨語い跳ねよった。巨語いそんなとこで跳ねてる暇あったらはよこっちゃって俺の餌に食らえつけや。おまた来たぞと思ったら止まりよったな。何これ。またなんか当たったけど、ガッと消えへんな、相変わらず。マブか、ひょっとして。わかんな。当たんねんけどな、ガッて消えへんから、合わせられんのよ。ほんま変な日じゃわい。まだ来たの。今のはジャミアタックかな。今のはジャミアタックやわ。おお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 、あかん、なんでや。なんで今ので乗らんねん。マジか。マジか、乗らんか、あれで。マジか。何やねんこれ。この浮きゴムめっちゃ弱いな。この予備につけとった天然ゴムって買い取ったからかな思ってこうだけど、めっちゃ弱い。ダメだこりゃ。これでまた鬼合わせで浮きすっ飛ぶんちゃうやろな。誘導式にしたら浮きが飛ぶようなことはなくなるんやろうけど、誘導式はあんま好きくねえんだよ。おかしいな、今の今
今ので乗らんか。虚ギルなんかな。虚ゴリやったら乗ってるやろ今の。困ったもんじゃわい。今日のあたりはゆ。なんか今日はあれやな、流れがねえな。それはそうと、なんか今気づいたけど、いつもの巨越水路は緩やかに右に流れたり左に流れたり、あとピタッと止まったり、なんかそんな感じなんやけど、今日はもう緩やかな流れがねえわい。これ天然浮きゴム伸縮性強度抜群とか言って全然あかんやん。もうこの浮きゴムはリピートなしじゃ。おなんや今の。また止まったな。なんやよそれ。変な当たりやな、ほんま。当たり止まったな。とりあえず一服でもしとくか。今日はチェリオのブレンドビトーじゃ。チェリオのキリマンジャロがうまかったから、これもうまいんちゃうか。じゃあ飲むか。これもまあまあうまいな。確実にヨンガリアを超えとるわ。星もよう見えとるわ。オリオン座も大犬座も双子座も魚舎もよう見えとるわ。もうすっかり秋の星座やわ。もうこれからもどんどん寒なっていくんか。嫌やなほんま。まあ、冬がもう一番嫌やわほんま。釣りもできへんし、ソロ通も行かれへんし、まあ楽しみっつったら、まあ、結構しんどいねんけど、動画作りぐらいか。冬はよ。口直しにアメちゃんじゃ。アメちゃんはレモンに限るわい。あうまいやほんま。ほんま缶コーヒーの後のレモンアメちゃんは格別じゃわい。ほんじゃ巨越狩り再開といくか。この一服後の一頭が期待が持てるんだよ。巨越はよ来いや。しかしまあ10月の上旬やのにもうすっかりまっこり霜が降りるな。まだそんな寒くはないねんけどな。当たってるか。当たってる。前回は巨越ばらし3回もしてもうたからな。で結局薬局坊主やし、今回は刈り上げたいな。メーター鬼巨越よいよ。一服後の一投はあかんかったか。当たりはあってんけどな、本当たりがないんだよ。いや今日結構当たりはあるけど、本あたりは1回しかなかったな。あれで連れ取ってくれたらな。おっ、ええ方のマブが跳ね寄ったわい。巨マブも来いや。四丸巨マブじゃ。おっ、今のは巨越かな。ようなってきたんちゃうか。
稼がよ。お、またマブ跳ねた。マジマブが跳ねる回数が増えてきたぞ。朝まずめ始まったんちゃうか。もうちょうど5時ぐらいやし、もうさすがに10月入ったから8時までしか釣れへんとか、もうそんなんはないやろ。もうとりあえず今日は10時ぐらいまで粘ったるかな全然大丈夫やろ。もう一回ここ夕まずめどんなもんかをやってみたいんだけどな。お、当たった。お、わずかに篠の目ってきよった。お、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 惜しいな。マジ競合ちゃうんかな。マズなんかな。当たりに競合の力強さがないんだよ。なんかこのヘッドライトをつけとったら、まあ、ドタンは痛なんなこれ。ほんま血の巡りが悪なるんかなんか知らんけど、これはちょっと難点のど飴じゃわい。ヘッドライトのよじゃんか。お、ジャミアタックかジャミアタックうぜえなあの夏の夜の大合唱はなくなったけど、ちょこちょこ泣いとるわい。ウシガエルがよ。けへんな。消し込めよ。頼むわ。あかん、また止まりよった。マジか。マブかなこれ。マブか虚ギルかも。マブか虚ギルか。まあ、虚ゴイやったらガッと来るやろ。あんなんで止まらんもんな。止まったな、また。なんやねこれ。もう今度あのうろちょろしてる状態の、いわゆるあの触りとか言われる状態の当たりん時で鬼合わせかましたのかな。でもな、あれも大概乗らんからな。あの状態の時合わせてもな、まあ、たまに釣れることもあんねんけどな。でもまあ高確率で空振りじゃわい。あかんな、止まり腐りよった。ん？またなんか狐が鳴いとるわ。あ、当たってる。おおおおお。おっしゃ、なんでや。マジか。マジか、今のであかんか。マジかよ。今のも乗った思ったけどな。もう一回浮きの状態。浮きゴム、この天然ゴム 100% の浮きゴムもほぼ破れてもうたぞ。マジかよ。でもまだ、1ミクロンぐらいはくっついてるかな。もうほぼ真っ二つなりかけてるわ。くそ洗った。天然ゴム 100% 浮きゴム、あざーす。マブか虚ギルかな。あんまでかくないから乗らんねやろ。本あたりで合わしても、あら今日やったら絶対乗ってるで。あ、浮きずれてるわこれ。また棚ちょっと合わさなあかん。ダルビッシュかよ。
ットライトいらんやろ。ドタマいてよ。お、当たってる。またなんかガッとけえへん。うろちょろあたりやん。マジかお。このうろちょろあたりの犯人誰や。なんやかんやお前、結局薬局坊主に終わるんちゃうやろな。いらんぞほんま。連チャンやんけお前、坊主なんかなったら。ここの巨濠水路で坊主連チャンはなかったから、今日坊主だったら巨濠水路初の坊主連チャンかよ。マジやーべえわ。ま、巨濠狩りシーズンの秋に坊主連チャンなんかシャレならんで。おめえよ、ほんまもう、サブなったら来られへんから、まあ、あとせいぜい5、6回ぐらいかな、ここ来れたとしても。だから、はよ、巨鯉来いや。メーター鬼巨鯉じゃ。お、当たってる。来い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 、ガッと来い。